どうも、エルザです。それでは、ポケモンソードシールドやっていきたいと思います。前回ね、宝珠の王の話が終わったんで、今回は、また別のクエストをやっていこうかなと。で、何をするかっていうとこなんだけど、巨人伝説があるんで、それをちょっとやっていこうかなと。どうなんだろうね。まあ、巨人の寝床あたりで探すんだろうなと思うんだけど。あ、ここからも上行けるのか。ピピピピピピ。もしもし、俺だ、ピオニーだ。調子はどうだ？うん、遺跡らしい場所を見つけただと？そこがあれだ。伝説の巨人がいるって噂のあれだぜ。失火しよう。謎の言葉が書かれた扉が開かねえんだと。つまりあれだ。その探検は名付けて、発見開かずの扉と伝説の巨人伝説。伝説多いな。なんてどうだ。よっしゃ隊長、張り切って調査頼んだぜ。じゃあな。まあ、俺だよね、動くのは。さ、ラスターカノン。鋼の巨人を呼び起こす音を響かせよ。音か。ん？なんかある。あったーって、ソニアじゃん。これこれ、ほら、やっぱりね、私の仮説は正しかったのだ。てエルザ、あんな顔するんだね。何してんの、こんなところで。探検、そっちこそ。何せこんな寒いのに。ちょっと引くんだけど。その格好の方が引くわ。私は冠雪原のとあるポケモンを調べてる。ポケモンの中には人間がいない場所を好んで暮らしている種族がいるんだけど、ここ冠雪原は彼らにうってつけの土地なのね。私の仮説では、とある伝説のポケモンが3匹この地に潜んでいる。仮説を裏付ける証拠に、そこの足跡を調べてみてよ。鉄神ポケモンの手がかりを見つけた。合計2パーになった。私の仮説では、伝説の鉄神ポケモン、岩窟ポケモン、草原ポケモンの3匹が冠雪原にいるはずなの。今みたいなポケモンの手がかりが至る所に散らばってるしね。手がかりを 100% 集めれば、ポケモン探しマシンを使って伝説のポケモンの生息地を突き止められるんだけど、雪原寒すぎてちょっと諦めモード入っちゃってる。エルザってしばらく冠雪原にいるよね。ポケモンの手がかり見つけたら集めて届けてほしいな。もちろんお礼はするからさ。あそこのお家でポカポカとあったかく過ごしながら、調べをのしながら待ってるね。そういう感じで戻ってきたわけではないんだけど、村長の家ってちょっと調べようか。草原、岩窟ということは、あの三軒か。三軒も出るのか。なんかね、見たときあんまりこう、あれって思ったりもしたけどね。正直なところね、三軒はね。そうだね、探検のヒント。
でも音を鳴らすっていうところがね重要だと思うんだけど、まあちょっと探索しながら様子見ていこうか。さあ歩き回ってたら次も見つけたね。はじめのポケモンに変わらぬ石を持たせよ。はじめのポケモン、はじめのポケモンをさ、ちょっと順番をはじめっていう風にして、で変わらずの石を持って話しかけると、あーそっちのはじめか。これ難しいなあ。あ、そっか、口笛弾けるのか。お？なんだか空気は変わったようだ。調べよう。おー、レジロック来たねー。レジロックヘビーのイメージだなー。まあでもちょっと僕モンスターボールで捕まえたいんで、いいわ。まあそう来るよね。よし、やっと使った。さあ、レジロック。さあ、変わらぬ石ね。ピピピピピ。もしもし、俺だ、ピオニーだ。隊長、無理してねえか？岩の巨人レジロックと出会った。いや大変よ。さあここ最初できなかったからね。で鋼の巨人呼び起こす音を響かせよ。でさ、音がポケモン図鑑で泣かせるのかとかいろいろ思ったんだけど、口笛が吹けたんだなって思って、レジロックの時にね、ちょっと口笛を、マジか。道理でドークタンとか連れててもって感じか。さあ解放するか。
そう、レジスチル硬いんだよな。まあやっぱ削れないよね。よし、レジスチルゲット。ねえ、そういう説明文なんだね。鋼だね。さあ、2体目ゲット。じゃあ次、氷か。よし、じゃあ次行こう。ああ、やっと神殿見つけた。まあ、ついでに技増しもゲットして。いやー、長かった、ここまで。さあ、文字は、命ある雪の結晶とともに歩け。ああ、そういうことか。雪の結晶ポケモンといったらもう、あいつだね。ポケモン。お。共にだから入れ替えか。ああ、やっぱこれで正解だね。さあ、入れ替えますか。さあ、レジアイスだね。お、あ、入れ替わったのか。レジアイス。氷漬けだけは避けたい。ああ、こっからなんだよね。捕まえるまでが長い。お、2回で捕まったか。あ、これはいい。レジスチルがね、60個投げたからね。よし、レジアイス。マイナス200度まで冷え込む冷気を操り、近づいたものをあっという間に氷漬けにすると。となると最後の一つ、巨人伝説だね。3つの巨人集まりし時だろうね。
もしもし、俺ピオニーだ。よし、じゃあ一旦戻って回復してっていう流れでいこうかな。さあ来たよー、ここ。でもね、2つあるんだよね。選べる感じなのかなと思ってるんだけど、一応ポケモンの手持ちに3体だね、揃えてる状態にはしてない。無限大なと入れ替えでいいか。一応3体揃えてね。岩の巨人、氷の巨人、鋼の巨人、3つの巨人集まりしとき運命の扉が開かん。でもうお役目終了と多分開けるときだけだからね、必要なのはね。なんか文字的に X と Y って感じだよね。さあ2つ。あー、どちらを取るかって感じなの。あ、これは雷。やばそうだな。まあやってみよう。ああ、そういうことで、ね、電気のスイッチ。まあやっぱどっちかなんだね。レジエレキ。おお、すげえ。今までのやつと違って動きが軽やかだね。迅速か。多分効かないよね。サンダープリズム。次のターン回復か。てかめちゃくちゃ早い。当たらなかったってことはいけなくもない感じだね。早いね。よし、スイッチオフやっぱ抜けるか。よし、ゲット。レジエレキゲットだね。エレクトロンポケモン、電気エネルギーの塊、体のリングを外すと秘めた力が解き放たれるらしい。秘めた力か。へえ。
巨人伝説は、さあこれで報告と。ああもう出ないね。おお、一匹ずつ報告なんだ。そう、あとはリジスチル、ボーリニングの玉みたいな感じか。まあ確かにツルツルしてるしね。伝説のレジエリキ、いやてかエレキの詳細を知ってたの。食うとパチパチするカラフルなお菓子みてえだ。さあ調査完了。いや報告はないんだけど、あ赤くてでっかい木か。いやないね、一旦ここまで。はい、ということで、今回ここまでとなります。まあ、レジシリーズをやってっていう感じだね。で、次回は、鳥ポケモン3兆だね、やっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃー、またね。